委員会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。それでは加藤委員、3点伺いたいと思います。1つは職員の体制の問題です。先ほども樋口議員からありましたけれども、この報告書の中にもありますけれども、さっき の答弁でも、災害時の、活動体制が、地域力推進室の一業務になっていると、それがまあ現状なんだと。でそれではダメだから、そうではなくて空想体で対応すべきだという認識に立って、対応するんだということでありました。それは間違いないでしょうか。平松室長。はい、防災業務につきましては空室によって若干異なるところはございますけれども、基本的に現状地域力推進室の一つの業務として位置づけられているというような実態でございます。加藤委員。でそれをその空想体で対応するということを進めていく上でですよ、先ほどあった通り区役所総体の職員が減らされていることのこの影響ですよね。でこれからも減らし続けようということを本当にやってですね、空想体での対応ということができるのかどうか、この点はどうですか。平松室長。はい、すみません、職員全体の削減に関して、私ちょっといろいろ申し上げることはできませんけれども、災害対応体制に関しまして、まずその地域力推進室、で対応できなければ空想体で対応すると。で空想体で対応できない場合は、本庁からの応援要員なり、臨時的任用職員の登用などで対応していくというふうに整備することを今現状のところは考えております。加藤委員。具体的な対応をやっぱり検討すべきだと思うんですよね。実際その昨年は今言われた通り地域力推進室一業務という位置づけで業務をやって、ものすごい矛盾があったと。でそのことは当局も認めておられるわけで、それは改善しなければならないっていうことはね、その通りだと思うんです。でそれを改善したその先にある空想体で実際に対応したときに本当に対応できるのかどうかね、そこも含めてやっぱり考えるべきだと。できるだろうということであればですよ、また同じことを繰り返すことになりますよね。地域力推進室で対応してた、でそれでうまくいかなかった、で次はじゃあ空想体でやれば大丈夫だろうっていうことではダメなんじゃないかと。そこ本当に具体の話として検討していくべきなんじゃないかと思うんです。どうですか。平松室長。はい、ご指摘の通り、できるであろうでは、ダメだと思いますので、そういったことがしっかりできるような体制を作っていきたいと、そのように考えております。加藤委員。そういうことをしっかりできるようにしようと思ったら、やっぱり区役所の職員の削減というのは私たちは見直すべきだというふうに思いますし、体制を充実していくという方向性をしっかり持っていただきたいというふうに求めておきたいと思います。それから住宅再建支援について2点目伺いたいと思います。これ相当私たちも相談が来まして、相談者の方と一緒に区役所にも行かせていただきました。この総括の中にもある通りですね、やっぱり災害これだけ頻発して、この風害ということで言えばあまりこなれてない中で、行政対応としてはさまざま課題あるなっていうのが私自身も実感したんです。でそういうことで言えばやっぱりこの被災者、住宅再建 の支援策をどういう形でこの運用していくのかっていうことにもっと職員がこなれていかないといけないし、そういう研修や熟達っていうことを現局としても獲得していく必要があるなというふうに感じました。今ですね、これ大体どの程度、実際に支給をされているのかですね、私が区役所に行った時もまだ数件程度っていうことでしたので、全体としては遅れてるなというお声も聞いてるんですけれども、進捗状況はいかがでしょうか。平松室長。
はい、被災者住宅再建等支援制度、これによります、支給実績、でございますけれども、申し訳ありません、支給件数までは把握できておりません、しかしながら、申請件数は、把握しておりますので、ご報告をさせていただきたいと思います。これは、大阪北部地震以降、台風24号までの分でございますけれども、基礎支援金が3523件、あ、これは12月末、昨年の12月末現在でございますけれども、基礎支援金が3523件、で、加算支援金が1414件と、ことが、被災者から区役所、市を通じて保健福祉局に申請書が到着している件数でございます。加藤委員。まあ、さっきもあった通りですね、実際瓦とかを屋根の瓦を、ね、直していただくような職人さんが不足をしているとかですね、工事自体が全体ね、あまりスムーズにいってないっていうこともありますので、全てがその行政対応の遅さだとは思わないんですけれども、まあ、だいぶ経つ中でですね、早急にこの支援制度がですね、実際にその支給というところまで到達するような早い対応をですね、ぜひ求めたいというふうに思います。いかがでしょうか。平松室長。はい、実際証明と合わせましてですね、被災者住宅支援制度、この申請が区役所の秘書の窓口に、集中しているという状況の中で、災害時応援体制等にかかる検討ワーキング、これ町内のワーキングですけれども、そこでの議論も含めまして、各局区の窓口にですね、臨時的任用職員を採用して対応しているところでもございます。まあ、そういったことも含めまして、できるだけ早く対応できるように、足どもとしても協力してまいりたいと思います。加藤委員。最後、森林保全のことで1点だけ質問させていただきます。やっぱりですね、相当な倒木被害ですので、復旧というのを、まあ、どういう目処を持っていつまでに何をするのかというのをはっきりさせる必要があるんではないかなと思うんです。雪深くなる前に倒木対策どこまでやるのか、今年の出水期までに何をする必要があるのか、これも早急にはっきりさせていただきたいと。まあ、命に関わる問題だというのは先ほど質疑があった限りでありますし、そういう点で言えば緊急策ですよね。どこまですれば安全を確保できるのかっていうのを見定めていただきたいと。で、大きくは3点目としては、公的な責任で長期的な森林保全いかに展開するのかって検討していただきたいと。ここのいつまでに何をするのかっていうことをはっきりさせた対応を求めたいと思います。いかがでしょうか。平松室長。はい、その森林対応、倒木対応、等でございますけれども、まあ、そういった、ご指摘いただいたことを関係局区にもですね、お伝えした上で、しかるべき対応は考えていく必要があると、そのように考えております。はい、続きまして、そうか、他に、ございませんか。鈴木副委員長。平成30年、去年は災いという字が、漢字で一年の象徴する漢字として選ばれました。本当に京都においても、ずっと北部地震から始まって集中豪雨台風がいくつくも来て、本当に皆さんご苦労をかけまして、で、まあ、いろんな課題について当時の状況をうまく把握されて、そして皆さんが当時どのようなことで動いてこられたのかも今回総括で、まあ、今回は台風21号のことでありますけれども、どういう特徴があったのかということも含めて、現象を踏まえながら今回改善策を提示されたことは非常に良かったと思います。で、この改善策を一つずつ今後実施していかないと、もう一度こういう台風が来た場合、まあ、これに対応していける体制が整っていかなければならない。でもちろん、今年は台風があるいは地震が集中後もないことを、平穏な一年になることを、まあ当初はじめとしてですね、祈るのみでありますけれども、まあ、災害を忘れたところにやってくるということを常に言われますから、
まあ、こういうことについて少し議論もしておきたいと思います。で、先ほど村山議員からいい質問を僕はされたと思うんですが、まあ、ここにいる議員は台風であれ集中豪雨で何かあった時にそれぞれの市民からあるいは自らが現場に走っていって状況を見て声を聞いて皆さんの方に土木事務所であれ区役所であれ本庁であれそういうのが一つの仕事であってあるというふうにはもちろん思いますし、その情報を受けながら皆さんの方を受けていただくわけですけれども、本当に同じ課題についていろんな人が電話かかっていろいろご苦労されたということでいうと、我々の方もある種の一元化がね必要ではないかと改めて今、村山委員の提案についても考えていかないかんのかなというふうなことも思ってますし、これはその例えばすぐその箇所が復旧されたときにこれは僕がやったのわしがやったんだとまた威張っているような議員も中にはいるようでありますけれども、そうではない、皆さんが頑張ってきてるからやれたんで、その仲立ちをちょっと我々はしただというようなことであります。ただ現場についてはそれぞれよく歩いてますから行ってますから、人に声を聞いてそこの苦労されている人といろんな声を聞く中で、それは皆さん現場行かないあまり行ってないわけ、まあ、区役所の担当者いろんなとこ行っていろいろ聞きますけれども、それはまた我々議員の役割であって、それぞれの現場の、悩みを知って、でまあ、こういう形で、まあ、表現をしていくというか訴えていくということになっていくという、そういうことだということをまずは冒頭に申し上げておきたいというふうに思います。それで以前気象台との話を一度させてもらいましたけれども、要は市民が台風が来るどんな台風やっていうのを知るのはテレビですね。で最近インターネットでみんな若い人たちはテレビをほとんど見ないらしくて、ネットで全部調べていくのを知るわけでありますけれども、まあ、それが京都市との地方自治体との関係の中で今回6ページの中で、まあ、気象台が発表する気象情報台風情報をあらゆる手段で市民に提供するとともに自分ごとと自然対策していただく積極的な候補に努めると、で非常に大型台風が来る台風の風はこんだけ強いんやと気をつけてくださいと、でそれを受けて、電車が止まり JR が止まりあるいは市バスも全面運休したりするわけでありますが、そことのまず最初の台風の怖さあるいは速度あるいは風速何歩ぐらいになるんやということを、まあ、行政は、まあ、テレビを通して我々は見るわけやけども、そこに何か関わりがここで書かれてるけれども、そこはもうちょっと何か、必要かも分かんないなというふうに一つは思っています。だから随時京都市として気象台との関係に、まあ、連絡をずっと取ってこられてると思いますけど、その辺は改善の余地がまだあるんではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。平松室長。はい、まあ、気象台、京都気象台とはですね、平素から、情報を、連携、共有をいたしまして、さまざまな形で、最新の情報を、いただいているようなところございます。ただ、ご指摘の通り、これまではそのいただいた情報を、直接その今市のホームページを介してですね、市民の皆さんに提供するっていうところがちょっと欠けてたと。でございますので、まあ、そのまま、ホームページで発信して、まあ、分かりやすければそれでいいんですが、分かりにくければさらにちょっと解説するなりして、できるだけ分かりやすく形で市民の皆さんにお伝えしていきたいと、そのように考えております。以上でございます。鈴木副委員長。テレビは京都はKBS しかないんで、地元局としてはねあまり KBS 見ないんですけども、 NHK が常にこう京都放送局が京都のことを話題として流してくれてますし、まあ、テレビ見ない人がいないのがおりますけれど、ただ停電してしまうとテレビも見れなくなるからそれは困ったなって話が例えば実際にあったので、以降の情報でありますけどもね、テレビが見れる状態はやっぱり作っとかないかんというのがもう一つの提案でもあります。でまあ、これは倒木によるあるいは電信柱が倒れてということでもういろんなこの間議論がありましたけれども、それに対する改善策もいくつか書かれています。実は、もう重いかなどっか行った時に、長崎県かどっかからのその NTT の車基地局
の節夜に、まあ、飛んできてるんですね。でびっくりしましたね、長崎から来てます言ってくれてね。であとは関西電力だっていろんなところの近電の関係が遠くから来ていただいて応援に来ていただいて、まあ、企業としては事業所として一生懸命やっていただいたというふうには評価をしてますが、ここは市長が抗議をされて今こうして関西電力の方が、まあ回答してきて改善策を出してきている。 NTT も多分それなりにやってきていると思うし、そういうライフラインを必ず司る事業者との関係、これがもっと密にしていかないかんというのが、僕の皆さんの我々議員の考え方だと思いますが、そのことについて、まあ、特にいかが何かお考えなんでしょうか。平松室長。はい、まず最初、まあ、先生おっしゃったあの定年の関係で、まあ、テレビと、いうのは非常にその媒体として情報収集に、まあ、欠かせない、ものであると思いますので、まあ、日頃からその、まあ、停電、対応ということで、まあ、非常用電源の、整備とか、そういったことにも関しましても、我々市民の皆様にも問いかけていきたいとそういうふうに考えております。それと、各ライフライン関係の皆さんとの連携でございます。今回は総括でも記載しております通り、関西電力とは一定リエゾンを派遣していただくなり情報共有に努めたんですけれども、その他の NTT 西日本をはじめその他のライフライン関係機関とは不十分であったというところは反省点でございます。その点を踏まえまして災害の規模にもよりますけれども、関西電力だけではなくて停電が想定される場合であっても、関係機関と一緒に、集めて、情報共有を、できる体制を、作っていきたいと思います。合わせまして、そういった体制について訓練なども通じて習熟も図っていく必要があるとそのように考えております。以上でございます。鈴木副委員長。ぜひそういう事業者というか、ライフラインを司る、彼らとの連携をこのきっちりやっていただきたいということ も言っておきたいと思います。それから3回目の区役所出張所に、まあ、その非常用発電機でありますが配備するとあります。でこれはね、いわゆる避難されるが元学校の施設とかそういうところにもいざという時に、非常用発電機を、まあ、配備するところがあるので必要ではないかというふうには考えているんですけども、実際花瀬出張所なんかも全部電気も止まってですね大変で、でちょっとその携帯のかけるにもちょっと黒田の方まで行かなあかんかったという首長省庁当時おっしゃって、他の議員も多分ご存知だと思いますが、まあそういう事態になっている。で避難所が停電になったらもう何もない、電気も動かないという中でいうと、まあどこまでこの非常発電機を設置配備する、でこれメンテナンスとかへんかったほったらかしでしたら多分動かんようになると思うんですけども、その辺のことも配慮が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。平松室長。はい、区役所出張所への、非常用発電機の整備につきましては、これにつきましては文化市民局で今年度中に、配備をする予定であるというふうに伺っております。当然そのメンテナンスの件も、ご検討いただいているものというふうに感じます。それと、避難所は私どもの所管ではございますけれども、今現在425箇所の、避難所にはもうすでに、ガスボンベ式の非常用発電機を配備しております。はい、必要な時には使えるように、しておりますので、はい、さらに、またその避難所に限らず、避難所、出張所等もですね、まあ、台風24号の時は、もう使いましたけれども、災害時の応援協定活用によって、非常用発電機の調達っていうのもできる体制を整えております。以上でございます。鈴木副委員長。はい、わかりました。直後台風が通過した直後の風景が変わりました。びっくりしたですね。で市内もいろいろ倒木が街路樹が倒れ、もういろんなところでいろんな被害があって、でその被害が山の方もそうですが、人々の力によって皆さんの力によって徐々に回復をしていきました。でようやく年が明けて倒木で森があるいは林が山が木がなくなって、本当にまだ凄まじいその姿のところもあるんですが、今まで青空が見えなかったところが峠から見えるようになったりするように風景が変わりました。街中においては
あれほどいろんな、その被害があったところが多くの市民のあるいは行政の土木事務所や清掃の皆さんの力によってほぼ町の形が戻ってきました。これがまあその流行りのレジリエントかなというふうに思っています。今回レジリエントシティに対する意見、募集が今されていると思いますけれども、今後その考え方、レジリエント皆さんも担当されてきていると思いますけれども、こういう教訓、台風とりわけ21号の今まで、僕自身生涯その経験しなかった室戸台風はまだ生まれる前ですから、京都市民がほとんど、経験しなかった事態に対して今回復をしつつあるんだなというふうに思っています。今後次の考え方、つまりレジリエントシティということについても皆さんの方で積極的に取り組んでいただきたいと思いますし、啓発をしつつなお地域力を高めていただく努力をしてほしいということを申し上げて終わります。もし発言があればよろしくお願いします。吉田危機管理官。はい、今般の一連の災害につきましても本当に市民力、地域力で、被害が、軽減されたということで、また本市 の地域防災計画ですね、こちらの方の理念の中にも自助共助って謳われてますけども、本当にその力が発揮された結果であるんだなと思っております。一方でですね、さまざまな課題がありましたけども、今まで想定外ということを言っておりましたけども、このレジリエンス戦略の中にも想定外の克服、ピンチをチャンスに変える発想の転換、市民協働が謳われておりますけれども、あらゆる災害にですね、しなやかに対応するためにも、このレジリエンス戦略をしっかりとですね、市民と一緒に、取り組んで進めてましてですね、あらゆる災害に備えていきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、他にございませんか。なければ以上で報告聴取を終わりますが、この際行財政局に対して一般質問のある方はただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容をお申していただきますようお願いいたします。質問のある方ございませんか。はい、それでは質問がありませんので、行財政局の審議はこれで終わります。D 社お疲れ様でした。はい、次の、総合企画局については休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。それでは、総合企画局の理事者が参りますまでしばらくお待ち願います。それでは総合企画局関係の報告聴取を行います。まずはじめに京都駅東部エリア活性化将来構想案に関する市民意見募集についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。はい、松浦プロジェクト推進室長、着席して報告してください。はい、ありがとうございます。はい、それでは、京都駅東部エリア活性化将来構想案に関する市民意見募集について、ご報告させていただきます。お手元の総務消防委員会資料をご覧ください。京都駅東部エリアは世界と京都をつなぐ玄関口、京都駅の周辺から鴨川の東にある33元堂や京都国立博物館などに代表される東山の文化エリアと続いており、
近年京都美術工芸大学京都東山キャンパスが開校され、平成35年度に京都市立芸術大学や市立道田美術工芸高等学校の移転が予定されるなど、文化芸術に関連する多くの資源が集積するエリアでございます。京都市では京都駅東部エリアにおいて文化芸術を基軸としたまちづくりを進めることにより、文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンを創生し、京都全体の活性化につなげるため、将来像やまちづくりの方向性などを盛り込んだ将来構想の策定に取り組んでおります。この度地域の方や学識経験者等で構成する京都駅東部エリア活性化将来構想検討委員会での審議を踏まえ、将来構想の案を取りまとめ、市民の皆様からの意見募集を行いますので、ご報告をいたします。まず1、検討経過でございます。昨年9月に第1回検討委員会を開催して以降、これまで3回の委員会を開催し議論を深めてまいりました。次に2、京都駅東部エリア活性化将来構想案についてでございます。将来構想案につきましては、市民意見募集のパンフレット案に基づき概要をご説明させていただきますので、お手数ですが資料1をご覧ください。表紙を1枚おめくりいただき1ページをご覧ください。1、構想策定についての1、構想策定の背景と目的でございます。5段落目、下から2つ目の段落をご覧ください。京都市は市会の議決を得て、昭和53年10月に世界文化自由都市宣言を行いました。以来この宣言を都市理念に掲げ、広く世界と文化的に交わることによって優れた文化を創造し続ける永久に新しい文化都市の実現に向けて都市経営を進めてきました。文化庁の京都への全面的な移転が決定されるなど、文化芸術によるまちづくりの機運が高まる中、本エリアのさまざまな主体が将来ビジョンを共有し、京都駅周辺エリアの多層な機能の連携により、文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンを創生するため、京都駅東部エリア活性化将来構想を策定するものです。2ページをご覧ください。2、構想策定の基本事項でございます。構想の1、期間につきましては、長期的な見地に立った将来ビジョンと目指すべき将来像を設定し、それらの実現に向けておおよそ今後10年間で取り組むべき3つの方策と具体的な推進項目を取りまとめました。なお、平成35年度の京都市立芸術大学の移転や京都駅東南部エリア活性化方針など、京都駅周辺の各種構想等との関連性を考慮し、必要に応じて見直しを検討することとしております。2、対象エリアにつきましては、京都市立芸術大学を核とした数人エリアマネジメントの構築に取り組まれる下行小生小学校区の5学区、植流、若松、菊浜、海山および数人学区を中心に、鴨川の東側にある京都国立博物館や33元堂などに続くエリア一帯、学区で申し上げますと東山区の提供一教学区の一部を含むエリアとしております。1枚おめくりいただきまして3ページをご覧ください。京都駅東部エリアの範囲を示した図がございます。おおむね紫色の箇所がその範囲となります。続きまして3、策定にあたっての基本的な考え方でございます。本エリアにおきましては、文化芸術と産業、観光、大学、まちづくり、教育、福祉などさまざまな分野との有機的な連携を図り、京都駅周辺エリアのまちづくりとも連動させながら、文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンを創生し、持続可能なまちづくりや新たな魅力、経済的価値の創出により京都全体の活性化を牽引することとしております。また多様な多世代の人々が交流することにより、豊かなコミュニティにつながるまちづくりを推進するとともに、さまざまな主体がまちの将来ビジョンを共有し、各自が相互に尊重し合いながら、自分ごとみんなごととしてビジョンの取り組みに実現に取り組むことを目指しております。4ページをご覧ください。2、本エリアのポテンシャルと課題でございます。エリアのポテンシャルと課題について3つの分野に分けてまとめております。
まず人口、高齢化、コミュニティの分野のポテンシャルといたしましては、エリアの一部における人口が増加していること、数人学区における私有地の活用、地域が主体となったコミュニティ活動、芸術系大学と地域との交流や共同によるまちづくりを挙げております。一方、課題については人口減少や高齢化の進展への対応、数人学区の将来活用地の活用の検討、まちづくり活動と地域コミュニティのさらなる活性化、空き家への対策を挙げております。次に、集客、観光、地域資源の分野のポテンシャルといたしましては、魅力的な歴史、文化資源や潤い資源などの存在、数人新町など新しいにぎわい創出の動き、京都駅周辺における商業機能の集積、京都駅と市内観光地等への充実した交通網を挙げており、課題については回遊性の向上やにぎわいの創出、観光と市民生活との調和を挙げております。最後に、文化芸術の分野のポテンシャルといたしましては、芸術系大学や文化芸術に関連する施設等や文化芸術伝統産業などさまざまな分野の担い手の存在、芸術系大学の立地によるその周辺の都市景観の向上、京都駅西部エリア、東南部エリアとの連携を挙げており、課題については文化芸術や伝統産業などさまざまな分野の担い手が活躍できる環境整備、文化芸術活動の情報発信と交流の促進を挙げております。1枚をめくりいただきまして、5ページをご覧ください。3、京都駅東部エリアの将来ビジョンでございます。京都市立芸大の移転などを契機として、文化芸術を創造し、国際的にさまざまな人が集い交流し、街がにぎわい世界に発信する文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンを創生し、過去現在の時間を紡ぎ、新しい街の未来を開くため、次の通り本エリアの将来ビジョンを掲げております。将来ビジョンは箱書きの中にあります通り、文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンを創生し、人と人、人と地域がつながる街としております。またこの将来ビジョンのもと、本エリアの3つの将来像を設定しております。1つ目は、子ども若者から高齢者まで安心安全に暮らし、誰もが集い交流し活力のある街でございます。2つ目は、京都の玄関口、京都駅周辺及びその周、京都駅及びその周辺と東山の文化エリアを結ぶ立地にふさわしいにぎわいのある街でございます。3つ目は、京都はもとより国内世界の文化芸術をつなぐ拠点となる街でございます。6ページをご覧ください。将来ビジョンを実現させるための方策についてでございます。将来ビジョン実現のために取り組むべき方策として、それぞれの将来像に対応する形で3つの方策を挙げております。また3つの方策のもとには、これらの方策を推進するための推進項目を設定しております。これら3つの方策と具体的な推進項目につきましては、1枚おめくりいただき、7ページをご覧ください。まず1つ目の方策は、多様な人が交流し、多様な価値観が尊重される豊かなコミュニティの実現でございます。この方策は、誰もが文化芸術を創造し、享受することができる環境づくりなどのまちづくりを推進することにより、本エリアの、エリアへの定住を促進し、まちづくりの担い手の育成を支援するものでございます。また住民同士や住民と学生、訪れる方との交流を促し、相互理解を深めることにより、安心安全で豊かなコミュニティの実現を目指すものでございます。この方策1に対応する推進項目は7つございます。推進項目1は、誰もが文化芸術活動に参画できる環境の推進でございます。これは子どもから高齢者、障害のある方まで誰もが文化芸術活動に参画することができるよう、教育、福祉、その他の分野とも連携した体験型イベントの開催などを推進するものでございます。また文化芸術活動の学び、発表の場作りや文化ボランティアの参加を促すなど、文化芸術を創造し支える環境の充実を図るものでございます。推進項目には、地域資源や自然環境を保全活用したまちづくりの推進でございます。地域資源や自然環境を保全活用するまちづくり活動や、
地域歴史性を持った価値の高い文化財の継承活用を通じた地域への愛着誇りを高めるまちづくりを推進するものでございます。推進項目3は芸術資源や地域情報の収集保存活用でございます。これは芸術資源、地域情報、例えば地域の風景やまちづくりの記録等についてデジタルアーカイブ化を支援し、教育研究分野や地域の担い手育成など幅広い活用に向けた取り組みを推進するものでございます。8ページをご覧ください。推進項目4は交流スペースとしての公共空間の活用でございます。鴨川、高瀬川や歩道、京都市立芸大敷地内の広場など公共空間を活用して多様な人の交流する場を創出するものでございます。推進項目5は子育て世帯等の市営住宅入居促進でございます。これは地域の活性化を図るため子育て世帯の市営住宅の入居を促進するとともに空き部屋を若手芸術家の制作居住の場としても活用するものでございます。続きまして推進項目6は空き家対策の推進でございます。安心安全な生活環境の確保、まちづくり活動の促進、良好な景観の保全および地域コミュニティの活性化のため空き家の発生の予防や活用、流通を促進し若手芸術家などの居住、制作、発表の場として空き家の活用等を推進するものでございます。最後に推進項目7は住宅関連事業の推進と将来活用地の活用でございます。水神学区において住宅地区改良事業などの早期完了を目指して取り組みを進め、これらの事業で生み出される将来活用地の活用のあり方を検討することとしております。導入する機能の方向性といたしましては、文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンの創生に向けて文化芸術と産業、観光、大学、まちづくり、教育、福祉などさまざまな分野の融合により新たな魅力や経済的価値を創出する機能を誘導するための検討を進めます。合わせて地域で暮らす誰もが安心して住み続けられるまちづくりを推進するため、生活を支える商業、医療、業務などの機能の充実に向けて活用を検討することとしております。1枚をめくりいただきまして9ページをご覧ください。2つ目の方策は京都駅と東山の文化エリアを結ぶ立地特性を生かした新たなにぎわいの誘導でございます。この方策は本エリアの利便性の高い立地特性を生かし、エリアの地域資源と文化芸術を融合させたにぎわいの誘導など文化芸術伝統産業の振興に資する新たな魅力やにぎわいの創出に取り組むことにより、このエリアだけでなく京都駅周辺、ひいては京都全体の活性化に寄与することを目指すものでございます。また文化芸術と観光をはじめとする関連分野との連携により経済的な価値を創出し、持続的な文化芸術の発展と経済成長の好循環を生み出すことを目指しております。この方策2に対応する推進項目は7つございます。推進項目の番号は方策1からの投資番号としております。まず推進項目8は新たなにぎわいの創出と商店街および周辺地域の活性化でございます。芸術系大学の学生のアイデアなどにより地域のまちづくりや商店街と文化芸術を連携融合させた新たなにぎわいづくりの推進など商店街および周辺地域の活性化を図るものでございます。推進項目9は歴史的文化的建造物等の活用でございます。これは会議やレセプションなどさまざまな機会を通じて美術館や博物館、歴史的建造物などを京都らしいユニークベニュー、特別館などを演出できる会場として活用していくことを推進するものでございます。推進項目10は文化財等の活用による観光振興でございます。自社などの文化財等を活用した観光コンテンツの開発やこれらの発信に取り組むものでございます。10ページをご覧ください。推進項目11は京都の文化に触れる機会の充実でございます。修学旅行生や外国人観光客等に対して体験メニューの充実を図るものでございます。推進項目12は文化芸術に関するイノベーションの創出や伝統産業の振興でございます。
これは文化芸術と産業技術の研究機能を融合し、新たな技術商品開発と文化芸術に関するイノベーションや伝統産業の振興を促進するとともに、環境負荷の軽減などの観点から文化芸術作品等の制作にかかる資材などのリサイクルの仕組みを検討してまいります。推進項目13は、文化芸術を五感で感じながら安心安全で楽しく回遊できる環境づくりでございます。沿道のギャラリーなど、訪れる人が歩きながら文化芸術を五感で感じることのできる魅力あふれる空間を創出するものでございます。また便利に移動できるよう、多様な移動手段を活用することで、さらなる利便性の向上に努めてまいります。最後に推進項目14は、住宅関連事業の推進と将来活用地の活用でございます。こちらは推進項目7の再計となっており、説明を割愛いたします。1枚おめくりいただきまして、11ページをご覧ください。3つ目の方策は、教育研究交流による人づくりをはじめとする文化芸術を創造発展させ、次世代に継承するための環境整備でございます。この方策は、芸術系大学をはじめ多彩で魅力的な文化芸術資源が集積し、京都における文化芸術の創造と継承の土台となる人づくりを担う本エリアのポテンシャルを生かし、教育研究機能の充実やさらなる世界との交流や発信を推進し、文化首都京都の都市格向上を力強く牽引することを目指すものでございます。これに対応する推進項目は10ございます。推進項目15は、多様な創造活動拠点としての世界に向けた発信でございます。これは京都市立芸大を核に、国内外の教育研究機関や担い手を受け入れ、学術研究交流が活発化することで世界に向けた発信力を高めようとするものでございます。続いて推進項目16は、文化芸術活動を生かした国際交流の促進でございます。世界中の芸術家が京都に集い、共同で制作し発表できる場を創出することで、市民や国内外から訪れる方との国際的な交流を促進するものでございます。続いて推進項目17は、文化芸術伝統産業などさまざまな分野における多様な担い手の育成でございます。これは芸術系大学の学生をはじめ、若手芸術家、伝統工芸の職人など多様な担い手を育成支援するものでございます。推進項目18は、先進的な研究創造活動に取り組む場の創出でございます。主に大学等において他の研究機関や企業等と連携し、文化芸術を核に科学、医療、福祉、産業技術などジャンルを超えた交流や共同の機会を創出するものでございます。推進項目19は、文化芸術の発信の場としての公共空間の活用でございます。これは芸術系大学周辺の歩道、鴨川、高瀬川など公共空間を文化芸術作品の展示、演奏等の発信の場として活用しようというものでございます。12ページをご覧ください。推進項目20は、芸術系大学と施設の連携による文化芸術の振興でございます。芸術系大学と文化芸術関連施設が連携し、文化芸術の振興を推進するものでございます。推進項目21は、京都市立芸大京都市立道田美術工芸高等学校の移転整備に伴う都市景観の向上でございます。京都市立芸大等の移転整備により、鴨川、高瀬川をはじめ周囲の景観と調和した都市景観を創出するものでございます。推進項目22は、京都駅東部エリアにふさわしい施設の誘導でございます。京都駅周辺エリアは、京都市持続可能な都市構築プラン仮称素案において京都の都市活力を牽引する広域拠点エリアに位置づけております。また七条駅周辺は、定住人口の求心力となる地域中核拠点エリアに位置づけております。こうした位置づけを踏まえ、本エリアにふさわしい施設の誘導を検討するものでございます。推進項目23は、文化庁と連携した文化芸術の発信でございます。文化庁と連携し、京都の文化や芸術文化財など京都の多様な魅力を広く発信していくものでございます。最後に推進項目24は、住宅関連事業の推進と将来活用地の活用
でございます。こちらは再掲となっており、説明は割愛いたします。1枚おめくりいただきまして13ページをご覧ください。最後に5、構想実現に向けてでございます。3点ございます。まず1点目は多様な主体による将来ビジョンの共有でございます。本エリアの市民、地域、大学、事業者などさまざまな多くの主体が町の将来像を共有し、今後大きく変容する町の姿をイメージしながら、共に活性化に取り組み、できることから活性化の取り組みを進めていこうというものでございます。2点目は多様な主体の連携による町づくりでございます。京都ならではの地域力、市民力を生かし、より多くの多様な主体が緩やかな連携、協働による町づくりを推進する団体に参画するなど、連携して活性化に取り組んでいこうというものでございます。3点目は構想の実現に向けたプロセスでございます。芸術系大学の学生や若手芸術家、若きクリエイターなど多様な担い手が身近な場所において文化芸術と町づくりを融合させた創造的な活動を行うことができるよう、地域や大学、事業者、行政等は協力してこれらの活動やその環境づくりを支援していこうというものであり、町に小さな変化を生み出し、そのプロセスや成果を大切に積み重ねていくことにより、文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンの創生を目指していくこととしております。パンフレット案の説明は以上でございます。恐れ入りますが、総務消防委員会資料にお戻りください。3、市民意見の募集でございます。括弧1、募集期間につきましては今月29日から3月1日までとしております。括弧2、募集方法につきましては市役所、各区役所、支所等におけるパンフレットの配布、京都市のホームページへの掲載等により募集をいたします。括弧3、応募方法につきましては郵送、ファックス、電子メール、ホームページ上の送信フォームからの送信、持参としております。資料の裏面をご覧ください。4、今後のスケジュールでございます。市民意見募集の後、3月に第4回検討委員会を開催し、市民意見募集の結果等も反映した答申案についてご審議いただく予定としております。その後、検討委員会から市長へ答申を提出していただき、3月中に将来構想を策定してまいりたいと考えております。参考に京都駅東部エリア活性化将来構想検討委員会の委員の名簿を掲載しております。報告は以上でございます。よろしくお願いをいたします。それではただいまの報告について何か質問はございませんか。はい、吉井委員で、手挙げてなかったですか。失礼しました。じゃあ田中副委員長。すみません、何点か、質問をさせていただきます。まず、この京都駅東部エリア、これ中身を読ませていただく中でですね、おそらく文化芸術都市京都という部分がここ数年そういう言葉が出てくる中でですね、そういった言葉での、新しい新たな、シンボルゾーンとしてですね、創生、するというふうに書かれているというふうに思っておりますが、いろいろと先ほども説明あった中にもありましたが、本市も昭和53年にですね、文化都市宣言、また平成18年に京都文化芸術創造条例を作ったりですね、平成19年には第1期の京都文化芸術都市創造計画、平成29年に第2期の京都文化芸術都市創造計画を通してですね、産業、観光、教育などあらゆる政策分野を融合する新たな価値を創造し、文化芸術の力で京都を元気する取り組みを進められてきたというふうに思っております。またいろいろと世界的にも見ておりますと、そういった産業構造の変化によってですね、都市の空洞化、荒廃などが問題な中ですね、こういった文化芸術をの持つですね、創造性を生かした産業振興や地域活性化の取り組みを進められている取り組みが、行政だけではなくですね、文化芸術家やですね、文化団体、企業や大学、住民など連携して進められているということ、事例もいろいろとあるようです。そこで、この地域、京都市が特にこの南部、東部エリアにですね、文化芸術を生かした産業振興、またこの地域の活性化
どのようなポイントをまず置かれているのか、その点をお聞かせいただきたいというふうに思っております。松浦推進室長。はい、ただいまの世界文化自由都市宣言をはじめ、いわゆる京都市の文化のまちづくりについてご紹介をいただいたところでございます。この京都駅東部エリアの最大の特徴につきましては、京都の玄関口京都駅から東山の文化エリアを結ぶ極めて利便性の高い立地、そういうエリアでございます。でそういった立地であるとともに、京都市立芸大や京都美術工芸大学をはじめ文化芸術関連施設が集積をすることにより文化芸術を創造し交流し世界へつながる一大拠点としてのポテンシャルを有しているというふうに考えてございます。このポテンシャルを最大限に生かし文化芸術とまちづくり大学産業観光などさまざまな分野との連携を進めることにより京都の文化芸術を創造する一大拠点を創出し京都全体の活性化を力づく牽引する、こういったことを目指してまいりたいと考えてございます。田中副委員長。本当に今聞かせていただいたとき本当に利便性の高いところでもありますし、また今文化芸術の関連施設が集約される、そのことによってこのエリアがですね、文化芸術を創造する一大拠点にされるということを聞かせていただきました。その部分でですね、核になる施設というのが、昨年もですね、いろいろと議論もさせていただきました。この委員会でも議論もさせていただきました。京都市立芸大学の移転であることは間違いないというふうに思っておりますし、この市立芸大ですね、昨年もこれを、委員会でも確認をさせていただきました部分で、ちょっと改めて、この、意見募集にあたっての確認もさせていただきたいところがですね、市農業全学から京都市に対して、この移転要望を踏まえて、移転の整備が進められているというふうに聞いておりますけど、今回この将来の構想案に関してですね、また改めてですね、まとめられるにあたってこういったことを地域の方に、どのようにこの話を進めていかれるのかという議論を、再度されている部分があるんでしたら、そのあたり、聞かせていただきたいと思うんですが、いかがですか。松浦推進室長。はい、ですね、地域との協議でございます。今回総務消防委員会資料の裏面にですね、検討委員会の委員の名簿を付けしているところでございます。地元からは下行23学区の自治連合会の代表でございます若松学区の自治連の会長、数人学区の自治連の会長、七条商店街振興組合の理事長、東山区においては帝京学区の民生児童院協議会の会長などに委員として参画をいただき、地元の視点を踏まえてご議論をいただいているところでございます。また並行して京都市立芸術大学を核とした数人エリアマネジメント、これは芸大の移転先でございます下行小生小学校区の5学区の代表で構成されているところでございますが、そのエリアマネジメントの場でも将来構想の検討状況をご説明しご意見を賜っているというところでございます。また東山区の帝京一教学区もこのエリアに含むわけでございますが、それぞれの学区の自治連の会長さんとも個別に意見交換を行ってきたところでございます。従いまして地元とも十分議論をしながら今回の構想案を求めてきたと考えておるところでございます。田中副委員長。今聞いておりますと、各皆さんの意見いろいろ聞いた中でですね、しっかりと、この、今回のことは進められているということを認識は改めさせていただきました。そんな中でちょっと個別な部分というか中身に入ってお聞かせていただきたい部分でですね、京都駅東部エリアのこの活性化にあたってはですね、市立芸大の移転と市立芸大の周辺の数人の学区の用地の活用がですね、大変重要であると私自身も思っております。今回この数人学区における将来のですね、活用地のあり方検討が記載されています。推進項目7でされておったりですね、また京都周辺地域はですね、広域拠点エリアに位置づけられているという部分でですね、その記載も推進項目22でされているということになっております。現在都市計画局でですね、この件に関しまして意見募集がされている持続可能な都市構築プラン仮称案では、広域拠点エリアでの地域にとって重要な施設例として
広域的な商業施設、オフィス、マイスの施設が挙げられているという部分も書かれている部分があります。まあ、そういったことを踏まえられてですね、今後この数人学区の用地の活用というのは検討されているのされているのか、されているなら、まあ、どのようにですね、進めていかれるのかをお聞かせいただきたいというのがですが、いかがでしょうか。松浦室長。はい、ご指摘の通り、京都駅東部エリアの活性化に、当たりまして、数人学区の、将来活用地の活用非常に重要であるというふうに考えてございます。現在、都市計画局におきまして、住宅地区改良事業と区画整理事業が並行して実施をされており、その早期完了が、を目指して取り組みをされているところでございます。これらの事業で生み出される将来活用地につきましては、京都の都心部では極めて希少な活用可能地でございます。活用にあたっては京都駅周辺の全体のまちづくりに大きな波及効果をもたらし、周辺も含めて活性化の起爆剤となるような機能を誘導する必要があるというふうに考えております。そのため民間活用も視野に入れながら、ご紹介のございました持続可能な都市構築プランとも整合性を図りながら、文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンの中核として、文化芸術と産業、観光、大学、まちづくり等々さまざまな分野との連合融合により、例えば商品開発や観光コンテンツの充実など、まあ、新たな魅力や経済的価値を生み出す機能が導入できるよう、関係局と連携をしながら活用の検討に取り組んでまいりたいと、このように考えてございます。田中副委員長。本当にこのエリア、今言われた通り起爆剤となる本当にいろいろな可能性を秘めた部分もあります。そういった部分でいろいろとしっかりと、まあ、進めていただきたいというふうに思っております。まあ、そんな中、まあ、これ京都市ではですね、ずっとこの間京都駅周辺、まあ、この東部だけではなくですね、まあ、西部エリア、東南部エリアという部分でですね、いろいろと将来構想を出されて、まあ、今回の東部エリアがですね、策定されることによって、まあ、この今京都市が進められているこの3つのエリアが、まあ、全て出揃っているところというふうにイメージをしております。私自身の試験でありますけど、京都駅という部分のイメージ、小さい頃でありますとなかなか人が集まるのは四条河原町やまた烏丸とかいったね、都会のイメージがあって、京都駅になかなか行こうという気がなく、まあなんか JR 乗ってどっか行くときに行くというイメージでした。まあそれから比べますと本当に近年ですね、まあ駅前ビルができたりいろいろ変わってきているのも事実でありますし、そして今回こういった、新たな取り組みをされることによって、まあイメージがどん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 変わっていくんだなというふうに思っております。そういった部分でですね、まあ今進められております東部、東部を含めですね、西部、そして東南部エリア、この、3つをですね、しっかりと、まあ、連携させることによってですね、まあ、京都駅周辺の活性化をしっかりと総合的にですね、進めていただくことが重要だというふうに思っております。まあ、そのためにですね、まあ、京都市としてはどのような思いでこれしっかりと進めていかれるのか、そういった分の決意をお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。山本プロジェクト情報課担当局長。はい、ありがとうございます。京都駅周辺の、活性化を総合的に進めていくことに関しての決意でございます。先生ご指摘ありましたように、京都駅っていうのは今では1日35万人が、まあ、乗車するという京都市内、京都の最大の、ターミナルでありますし、京都以外から入ってこられる方のほとんどが、一旦京都駅から入ってこられるという、そういった、世界と京都をつなぐ玄関口であるということでもございます。この京都駅を中心に、周辺を活性化するということは、本市の重要な課題だというふうに考えております。先ほど、先生からもお話ございました、各エリア、京都駅周辺の各エリアにつきましては、それぞれ特色なり背景等々がございます。例えば今この、説明をさせていただきました、東部エリアでは、京都市立芸術大学や、京都美術工芸大学の、まあ、立地によります、文化芸術の、それから教育研究伝統産業振興の機能というこういった特色がございますし、東南部エリアでは、創造発信拠点の誘致など、文化芸術の、創造環境の整備を、柱としてまちづくりを進めております。
また西部エリア、これは京都リサーチパークでありますとか京都市の産業技術研究所に代表されますように新規事業の創出機能であるとかものづくりの支援などをしているとこういったところに特徴がございます。このため市役所内でも所属担当が多岐にわたってはおりますが総合企画局と関係局そして区役所との連携の下で市民事業者まあ、こういった多彩な主体の皆様にご参加いただき参画いただきまして各エリアが持ちます特徴でありますとかポテンシャル可能性を有機的に連携させながら各エリアの魅力を相乗的に高めまして京都駅の周辺での文化芸術を基軸にしたまちづくりにしっかりと取り組むそして京都全体の発展につなげてまいりたいというふうに考えております。田中副院長、まあ、今言っていただいた通りですね本当に京都全体の発展のためにはですねおそらくこれ京都市としても本当にしっかりと全庁を挙げてですね、まあ、この総合企画局だけではなくあらゆる部局京都市全体がしっかりとサポートしながらまた一方でですね地域住民だけではなく京都市民全体のサポートも必要だというふうに思っております。本当にこの京都が今後発展する中でですねおそらくこの文化芸術という部分がですねやはり大きなキーワードになってくるというふうに思っておりますしそういった部分をしっかりとこの、まあ、京都の中にも本当にこの芸大だけではなくですね芸術系の大学たくさんあります。そういったことの連携しながらですねやはり京都が芸術文化しっかりと育てながらそれがまた産業また産業だけではなく、まあ、地域住民の地域の生活の中にもしっかりと浸透しながらですね活力あるまちづくりを目指していただきたいと思っておりますしもう何度も言いますけど本当に京都市全体京都市の 役所の皆さんだけではなく京都に住む人京都に訪れる人京都が好きな人全員でですねこのことをしっかりと前に進めていただきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。以上です、はい、それでは加藤委員、2点伺います。まあ、今回これまちづくりビジョンということでありますけれども大学や高校という機能を移す前提であります、まあ、この機能をですね拡充させるっていうのは、まあ、行政の役割ではないかというふうに思っております。とりわけて一途芸大の方はですね敷地面積が半分になるというようなことでありまして私はこの本構想の中でもですね大学や高校の機能を拡充するということを視野に入れて検討されるべきだなというふうに思っておりますがいかがでしょうか。松浦室長、はい、まず今回、京都芸大京都市立芸大が数人地区に移転をするということで今それに向けて取り組みを進めているところでございます。今敷地の問題とかいろいろご指摘をいただいたところでございますが、前回11月に行財政局が、基本設計についてのご報告をしたということで聞いておりますけれども、まあ、その際敷地につきましては確かに減少するというところでございますけれども延床面積については芸大が、移転前が3万9000平米だったものがそれをはるかに上回る延床面積になるということでしっかり拡充をされるということで聞いております。道田美術高等学校においても延床面積が確かに敷地は減少いたしますけれども、土地を有効に活用するということで、移転後につきましても延床面積は拡大をするということになっております。したがってそういった機能、芸術大学および道田美術工芸高校の機能というものはしっかり拡充されるものだというふうに理解をしております。加藤委員、これはまちづくりビジョン の議論なんでね整備計画はもうすでに議論させていただいて具体個別のやり取りもさせていただいてるんですけれども、今後の展開考えていく上で延床面積確保されてるからまあいいだろうということで望むのかね、そうではなくってもともとその空間とか自然環境とか敷地の広さっていうのは芸術系の大学にとって極めて大事な要素であるというふうに私ども思っておりましてね、そういう点もやっぱりこの教育や研究交流ということを謳われる以上ですね十分踏まえてどういう充実型可能なのかっていうのは検討されるべきじゃないかなというふうに思うんです。
松浦室長。はい、まず、芸術大学の移転に伴いまして、まあ、前回行財政局が報告した基本設計におきましては、いわゆる 芸大の C地区ですね、一番西側の地区でございますけれども、その南側において将来活用地ということで、将来拡充できる要素を残しておられます。でそれは当時の答弁でまだ具体にどういう形で使うかということではなくて、将来に備えて残しておくということで答弁があったということで聞いてございます。そのようにしっかり充実できる要素もまだ移転先の用地には残しておりますので、そういった部分については十分反映されておるというふうに思っておりますし、私どもとしてはこの移転をする芸術大学等の機能をいかに周辺にと結びつけて活性化につなげていくのか、このあたりを特に重視をしてまいりたいと考えてございます。加藤委員。もう一点はですね、この地域は土地再生緊急整備地域に指定をされております。開発業者がですね、容積率や高さ規制などについて緩和ができると、私どもこういうあり方っていうのは問題があるということを申し述べてまいったわけでありますけれども、そういう点で言えばですね、先ほども地元といろいろ協議をしながらこれ構想を作ってきたんだというお話ありましたけれども、市民が守ってきた景観や町づくりをですね、大手企業の儲けのために壊すというようなこの仕組みそのものが私はちょっと見直されるべきであろうというふうに感じています。この点のご認識はいかがでしょうか。松浦室長。はい、今の都市再生緊急整備地区地域においのご指摘がございました。今回の京都駅東部エリアにおきまして、おおむね七条通りより以南は、この、都市再生緊急整備地域に当たっているところでございます。ただご指摘のように、それが大企業による町壊しのようなご指摘でございますけれども、この都市再生緊急整備地域の趣旨というのは、民間活力を適切に誘導し、大規模な低未利用地の土地利用の転換等による戦略的な土地利用を促進をすることにより、誰もが便利で暮らしやすい町を実現するということ、それと災害時における周辺住民や帰宅困難者の安心安全を確保し、防災上も優れた、多機能で魅力ある複合拠点を形成するということで目的として、制度化されたということで聞いております。でまたその都市再生緊急整備地域の、具体的な適用にあたりましては、例えば道路や公園などの公共施設整備を伴うものでございまして、例えばその場所での都市機能が向上する場合に限って容積率の割増などの提案をすることができるというふうにされてございますけれども、これにつきましては都市計画審議会などの府議など極めて厳正な都市計画手続きを経る必要があるという必要がございます。でご指摘のように、そのいわゆる大企業による町壊しというようなことではなくて、事業者が恣意的に開発ができるということではなくて、しっかりその第三者機関のチェックをなどを踏まえて、しっかりと、そのあたりの適正性というのが判断されるという、このように考えております。加藤委員。本当にこの地域のですね、良さが壊されるようなことがあってはならないというふうに思いますので、私たちとしてはこの、整備地域の見直し自身がですね、都市再生緊急整備地域の指定そのものの見直しが必要だということは申し述べておきたいと思います。終わります。それでは西山委員。それではよろしくお願いいたします。先ほども議論の中で住宅関連事業の推進と将来活用地の活用というところでの議論がございました。そんな中、先般報道でおそらくこの委員会での話の示された内容ということでされたわけですけれども、数人地区に文化芸術施設を誘致へというような記事が載せられたところでございます。今回この冊子を読ませていただく中で、なかなか私の読み込みではそこまでの雰囲気は感じられないわけですけれども、その報道と実際の市の考え、この辺りについてはいかがでしょうか。
松浦プロジェクト推進室長。はい、数人地区における土地利用につきまして、第3回のこの検討委員会の直後にですね、京都新聞の報道があったわけでございます。我々も非常に扱いが大きいことでびっくりしたわけでございますけれども、おおむね、当時の第3回の委員会の資料をもとに記載がされたものというふうに理解をしています。ただ、我々としてはここにおおむね書いてある表現が当時の3回目の資料の表現であったわけですけれども、導入する機能ということで、記載をしておったんですが、報道の方は、いわゆる文化施設とか、いわゆる施設のような形で書かれた、ような形になっておりました。その点については若干違和感は持ったところでございます。西山委員。はい、ありがとうございます。したそういう意味では明確にこの、文化芸術施設というものを、考えているのではなくて、もちろん今後今回の、策定される内容に基づいて、今後検討された結果、そういうことあるにしても、現段階では決まっているものではないという認識でよろしいでしょうか。松浦室長。はい、数人学区の将来用地の活用につきましてはまだ具体的に、どの場所があるいはいつから使えるというものがまだ明確でございません。都市計画局の住宅地区改良事業などの進捗を踏まえた上で、将来の段階で、検討していくということになるものと認識をしてございます。西山委員。ありがとうございます。いずれにしましても、非常に京都駅の玄関口という、ポテンシャルの高い地域でありまして、京都市の発展にとって、大きな役割を担っていただく地域であることは間違いないと思いますので、お願いをしたいと思います。次の観点に移らせていただきますけれども、この間、京都市においては、文化芸術を基軸とした街づくりが進められております。でやはり、文化芸術の持つ力、地域を元気にし、町を元気にし、人を元気にする、またさまざまな社会的な解決にもつながっていく力というものが今さまざまなところで研究も進められて、取り組みも進められて、京都市においても市政の大きな課題といいますか、取り組みの軸ともなっているというふうにも認識を増しております。そういった中、やはりこの芸大が来て文化芸術を主体とした街づくりが進められるこのエリアというのは、まさにこの社会的課題につながる芸術、これのモデル的な地域になるような地域であってほしいという思いもございます。ここで実際にこの解決されたようなこと、取り組まれたことが京都から全国へ、また世界へ発信される、そのような地域にもなってほしいというふうな思いもあるわけですけれども、そういったおいて改めてこの文化芸術と社会的課題を解決するための文化芸術、こういった視点についてのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。松浦市長。はい、文化芸術につきましては、今回、その考え方にもいろいろご説明をさせていただいているところでございますけれども、例えばその資料1の2ページのところで策定にあたっての基本的な考え方ということを書いてございます。文化芸術と、産業観光大学まちづくり等々など、さまざまな分野との有機的な連携を図るということ、それとということによりまして、文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンを創設するということで、文化芸術というのを、非常にさまざまないろんな側面と、融合させながらその裾野を広げていくということが非常に大事だろうというふうに認識をしてございます。西山委員。ありがとうございます。そういった意味でおいては、いろんな、多様な、機関、また団体とのつながりの中で、豊かな発想のもとで、いろんな新しい取り組みであったりを融合させながら、展開されていくものなのかなというふうに思います。そういった意味においては、そういったことを、コーディネートしたりとか、また新たを生み出していくような、さまざまな専門的な人材も必要であろうかなと思うわけですけれども、そういったクリエイターだったりとか、分野によってはキュレーターであったりとか、いろんな言い方をされるとは思うんですけれども、そういう新たな取り組みを生み出したりとか、つないでいったりするような、そんな専門的人材の確保であったりとか、育成であったりとか、そういったことも非常に大切なことになろうかと思いますけれども、この辺についてのお考えはいかがでしょうか。松浦室長。はい、いわゆる文化芸術に関わる人の、要請をどうするのかということでございます。当然、京都市立芸術大学はその一つの核になる
ものと思っております。まあ、その市立芸大で、まあ、文化芸術に関わる方の、まあ育成をするというところでございますけれども、まあ、卒業後、まあ、どういう形で、まあ文化芸術に、まあ、携わっていただくのか、まあ、それは当然、その周辺に、まあ、何か働ける場があるということも必要でしょうし、あるいはその、それを支える機能というものも連携をしていく必要があるだろうというふうに思っております。で、例えば、京都駅の西部エリアでございますけれども、例えば市場の周辺におきまして、まあ、ものづくりベンチャー企業の事業化支援を行う拠点施設がございます。京都メーカーズガレージというものでございますけれども、そういったところともで、まあそのベンチャー企業と、まあ、文化芸術との連携、まあ、こういったことにより、まあ機能の広がり、あるいは雇用の創出、あるいは若手芸術家の、まあ居住の場、制作の場、発表の場作りと、まあ、こういったことにもつながるものと思っております。まあ、そのように、地域のさまざまな資源と連動させて、まあ、文化芸術に関する人材を、幅広く育成をしていく、まあ、このようなことが重要であろうと認識をしております。西山委員。はい、ありがとうございます。まあ、先ほども議論の中で、まあ、ございましたけれども、まあ、今回の、まあ、京都駅東部エリアの活性化将来構想が、まあ、策定されることにより、まあこれまでから、策定されております、まあ、西部エリア、また、まあ、東南部エリアと、まあ、一体となった、まあ、施策の、まあ、推進が、まあ、期待を、まあ、されるところでございます。まあ、先ほどもご答弁があったように、まあ、それぞれの、まあ、エリアによって、まあ、それぞれの特色のある、まあ、取り組みがされると、まあ、いう中で、まあ、それぞれの場所に行けば、まあ、それぞれの、まあ、楽しみ方ができる、まあ、それは市民の方にしてもしかりでございますし、まあ、市外から来られる方にしても、まあ、しかりでございます。まあ、そういった意味においては、まあ、東部エリアと東南部エリアについては、まあ、比較的、まあ、歩いていける、まあ、ような、まあ、距離感があるわけですけれども、まあ、西部エリアから、まあ、東部エリアという意味においては、まあ、少し、まあ距離としては離れているといったような部分があろうかと思います。まあ、そういった意味においては、まあ、西部エリアから東部エリア、また東部エリアから西部エリアへとの人の流れ、まあ、そういったものについても、まあ、何か仕掛けであったりとか、まあ、両方のエリアに行っていただけるような、まあ、仕掛け、まあ、こういったことも、まあ、ぜひ、まあ、今後、まあ、検討もしていただきたい、まあ、このようにも思うわけですけれども、この辺についてはいかがでしょうか。松浦室長。はい、京都駅東部エリアと西部エリアをつなぐ上では、特に、まあ、七条通り沿いの商店街の活性化というのは非常に大事だろうというふうに思っております。で、まあ、この間いろいろな議論をする中で、まあ、この京都駅東部エリアの商店街においてもやはり今空き店舗が、あるとか、でそれについてまあどう活用していくのかということの中で、まあ、例えばその、芸術家に貸し出す、芸術家に使ってもらうというような、ご提案もいただいているところでございます。商店街の活性化と、まあ、文化芸術という部分も、連動させながら、京都駅西部エリアと東部エリア、まあ、これは観光資源の開発ということも、そうであろうかと思いますが、そのあたりの回遊性を高めていくことが非常に重要であると考えてございます。西山委員。ありがとうございます。まあ、そんな中、例えば西部エリアにおいては、まあ、京都駅から梅小路公園まで行かれる動線の中で、まあ、様々なモニュメントとか、まあ、設置をされている、まあ、それはまあ企業の皆さん の、まあ、ご協力によるもの、まあ、そういったものがあるわけですけども、まあ、この間の、まあこの健康検討委員会の中で、まあ、そういったことに対する議論とかはございますでしょうか。松浦室長。まあ、今回京都駅の東部エリアの議論の中で、まあ、やはり京都駅東部エリアだけではなくて、いかに周辺、と連動していくのかということについての議論がございました。で、とりわけ東部と東南部は非常に、まあJR を挟んで、まあ、南北ということもございまして、非常に話題が多かったわけでございます。で、特に、まあ、商店街の方から、まあ、西部エリアとの連携ということも話題にございましたし、いずれにしても、京都駅周辺をいかにして活性化するのかということについては、この検討委員会においても議論されたところでございます。西山委員。特に西部エリアで置かれているモニュメント、まあ、こういったものも東部エリアに置いたらどうかとか、まあ、そういった意見はございますでしょうか。松浦室長。今ご指摘いただきましたような西部エリアにおけるモニュメントの設置につきまして、具体的に今回の検討委員会で議論があったわけではございませんが、しかしながらその、例えば今回の推進項目の中でも、まあ、いわゆる歩いて
この芸術空間を堪能できる空間整備というようなものも取り上げてございます。市立芸大の整備が、まあ、その中核をなすと思っておりますけれども、例えば高瀬川でありますとか、まあ、そういった、芸大周辺の整備、まあ、こういったことも含めて、いわゆる芸術に触れる空間をいかに増やしていくのか、まあ、こういうことにつきましては、今回の構想につきましても構想におきまして、記載をさせていただいているところでございます。西山委員。まあ、いずれにしましても、まあ、本当にも多くの方がお見えになる、まあ、エリアとして地元の期待も高まっているところでございます。まあ、ぜひ、まあ、しっかりと、まあ、将来構想を策定いただきまして、まあ、いい街づくりを、まあ、今後とも進めていただきますようにお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。はい、それでは次に鈴木副委員長。今まで東部このエリアのことについては何回か議論もしていますけれども、今改めてこの冊子を読んでいますと、将来構想の資料2の方ですけれども、5ページのところに、5ページのところに数人地区における私有地の活用ということで、住宅改良事業法の、住宅地区改良事業の推進に伴い云々っていうふうにありまして、米印で途中中断でありますが、数人学区には昭和28年から不良住宅、地区改良法、で、昭和35年からまた住宅地区改良法を適用して改良住宅の建設等による住環境改善を行うというふうに進められてきていますというふうに書かれています。で、まあ、京都市はご案内の通りオールロマンス事件というのがありました。これはその時代を僕は知らないですけども、皆さんその事件があったということについては総合企画局の皆さん、この担当されている方はご存知だと思いますが、まあ、今その事件がどうやったということを言うわけじゃなくて、まあ、いわゆるその改良住宅、まあ、というかここの場所をで舞台にしたところで、カストリ雑誌にその劣悪な環境のことを書いてみた、まあ、元市の職員だったというふうに思います。市の職員さんが書かれただと思いますが、その小説を発端にしてオールロマンス事件ということで、いわゆる改良その劣悪な環境を何とかしなければならないという、まあ、解放同盟の運動というか解放運動の、まあ、発端があったというふうに、聞いています。で、そこから京都市の童話行政がというか改良住宅が随分地区改良が進んでいったというふうに理解してますけれども、そのあたりのことは、まあ、今議論になる必要はないんですけれども、過去の歴史として、いささか象徴されていることと思いますが、その点のことはいかがなものかということをちょっとだけ一つだけ聞いておきたいと思います。それからその下の方、5ページのその下ですが、将来活用地の活用のやり方について検討する必要がありますとあって、なおこの場合は住宅地区改良事業の用地として取得する際に交付された国庫補助金の返還などの課題について留意する必要がありますというふうに書かれています。でこのことについてもご説明をいただきたいと思います。でしかしともあれね、あの界隈を、まあ、その当時あるいは30年40年前、50年前ぐらい、まあ、その頃からのある種の、外観を知っているものからすると、本当にこれはこのビジョンが出てきたということはある意味で覚醒の感がするわけでありまして、住宅改良のそのいろいろ空き地が出てくる中で芸大の移転が行われていくと、でこういうふうにいろいろプランが出てきてですね、今現実に屋台村かともされてるし、年末にいろいろ光のページェントをされたというふうに聞いておりますが、まあ、時代の変化というか覚醒の感がするということも含めてちょっと申し上げておきますけれども、その点の僕の今の質問についていかが考えておられますでしょうか。松浦室長。
はい、まず、たくさん、ご指摘をいただいたわけでございます。枢人地区における、過去の歴史でございます。ご紹介いただきましたような事例につきましては、私どもも当然把握をしているわけでございますけれども、かつて大変厳しい歴史があったということについては、それを踏まえた上で、今のまちづくりをする必要があるというふうに考えてございます。ただ、現在におきましてそのいわゆる住宅地区改良事業をまずいかにして進捗をして早、この事業を、できるだけ早期完了を目指すということが、その総仕上げになるのかどうか、ことも含めて、進めていく必要があるのかなというふうに思っております。それとあと、国庫補助金のことでございます。この地域におきまして今、用地買収がされているわけでございますが、これにつきましてはどの部分がというのはちょっと詳細にこちらは聞いておりませんけれども、多くの部分で、国庫補助金の対象となるというようなことは聞いてございます。で今後、将来活用地を検討するにあたって、例えばまず、芸大が立地する部分につきましては国庫補助金の変化を伴わないということで聞いてございますけれども、今後その部分については十分精査をした上で具体的にどの土地が使えるのかということも含めて少しこれは時間をかけながら精査をされる必要があるというふうに考えてございます。鈴木副委員長。京都の町はそれぞれの地域に歴史があって、それぞれの歴史を踏まえながら町ができてきているということはもうご案内の通り、皆さんご承知の通りでありますし、そこを踏まえた上で前に進んでいくというのが今回の構想やというふうに僕は理解をしています。で、非常に僕は評価をしていきたいと思いますし、で本当にこれ劇的にその建物が建ち始めるとですね、変わっていくだろうし、ここに書かれているプランが実際にできる、10年20年最後一つの出来上がるまでにね、随分かかっていくと思うけれども期待をしたいと。そしてまた七条橋等が今清掃の活動とかでいろんな活動もされているように聞いておりますし、旧五条楽園というあたりのところ今民泊だらけでですね、人町交流館のちょっと行ったあたりはでたくさんの外国人が散策をしているというか、そういう地域にもなっています。そしてもちろん博物館があるところとかいろんな、このいろんなそれぞれの個性がある地区だというふうに思っています。また鴨川沿いもしかりでありますけれども、そういうものも、ぜひここに書かれているいくつかの、計画をですねぜひ進めていただきたいと思いますし、若者たちが今それぞれやっている、屋台村なんかの企画をずっと、あれを広げていくような形でされていくことが大事ではないかというふうに思っています。そしてまた京都駅に来る観光客をもっともっと誘致し、あくまで立ち寄ってもらうようにするようなことも、近くにラーメン屋もありますけれども、ずっとあのように広がっていくようなことが、ここの町の発展につながるのではないかというふうに思ってますので、努力をしていただきたいと思います。以上です。もしその最終的に今後決意があればどうぞ。松浦室長。はい、京都駅東部エリア歴史につきましては、鈴木先生から、多々ご紹介をいただきました。で例えば今非常に、その地域で、若い方が減っているとか、そういう状況もございます。いかに、この地域に、文化芸術を基軸に、この町の活性化を図っていくかということが、この一番重要な視点の一つだろうというふうに考えてございます。そういったことも含めて、京都駅東部エリア、文化芸術の視点を持ってしっかりと町づくりに取り組んでまいりたいと思います。じゃあ次に宇佐美委員。すみません、よろしくお願いします。で私もこの、京都駅東部エリア活性化将来構想案を読ませていただいて、今回将来ビジョンとしてその文化芸術都市京都の新たなシンボルゾーンを創生し、人と人、人と地域がつながる街だと、その中で将来像として京都はもとより国内世界の文化芸術をつなぐ拠点となる街というのを、作っていこうということで、掲げられたわけですけれども、それをずっとこう見ていただき
させていただいてね、まあ、最後の方で、例えばこう文化庁と連携したね文化芸術の発信とか、多様な創造活動拠点としての世界に向けた発信とか、まあ、そういったものが書いてあるわけなんですけど、まあ、ちょっと今日私も話したいなと思うのはちょうどこの将来構想が、2019年から2028年と、いうことの10年間で、作られているということなんですが、このちょうど、後半にですね、2025年に、大阪・関西万博が行われるということはもうこれ決定をしております。でやはりその今回のこのビジョンの中にね、そういったその発信する機会がですね、2025年にこれもあるわけですから、その万博のその、テーマも命輝く未来社会のデザインだということであって、でこの東部エリアについてもですね、先ほど鈴木副院長の方からも話し合ったように、いろんな歴史を乗り越えてその新しい歴史を作っていこうと、輝く街を作っていこうというところの、まあ、大きなテーマとしてですね、一致する部分あるんじゃないのかなというところもありまして、ぜひそのこの中にですね、2025年大阪・関西万博との、政策融合とか連携とかですね、ちょうどこれ芸大もできてる予定でありますから、その辺のところも含めたですね、幅広い発信、価値をですね、つけていって、で新しい歴史をねここに付け加えていくと、あそこの東部エリア、また東南部エリアの歴史にですね、新しいものを付け加えていくということもですね、ぜひ視野に入れたらどうかなということも思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。松浦室長。はい、数人学区の将来、土地の活用と大阪万博の連携でございます。まず数人学区の将来活用地につきましては、現在、住宅地区改良事業を施行中でございます。具体的に、将来、どのような形の土地の規模がどうなるのか、形状あるいは活用ができる時期につきましては、まだ現時点でお示しできる状況ではないところでございます。でこういう状況でございますけれども、その大阪万博につきましては、昨年末にですね、昨年11月ですか、大阪万博の開催が決定をしたというところでございます。でテーマにつきましても、今ご紹介になったように、命輝く未来社会のデザインというところでございます。でここと、どのように連携をしていくのかということでございます。その部分で申しますと、昨年12月の市長の記者会見におきまして、市長から大阪万博の関連事業については取り組んでまいりたいと、それとサテライト会場としての位置づけであるならば、これは万博の主催者との連携なしにできることではないので、主催者側からの提案を待ってしっかりと情報を確認しながら連携を深めていきたいと、このように申し上げたところでございます。で現時点でこの、サテライト会場としてに関して、その主催者から京都市に対して提案が出ているというわけではございません。従いまして、今私どもとしては、関連事業については、一体何らかの検討がいるのかなというふうに思っておりますが、今おっしゃっておられるのは、具体的にサテライト会場というようなことで、あるならばですね、その、京都市として、サテライト会場が必要なのかどうか、また設けるのであれば、この京都駅東部エリアのこの用地がいいのか、で時期的な問題もございます。2025年に、具体的に活用ができるのかということも含めて、慎重に検討した上で判断するべきものであるというふうに考えております。宇佐美。ありがとうございます。パビリオンを、作るだけがサテライト会場でもないと思いますし、サテライト事業だと思うんでね、やっぱり今あるものも使いながら、今の京都の良さをその、事業に生かしていく、我々の京都市のその事業にも生かしていく、政策的な融合という広い意味で考えるとですね、いろんなことができるという可能性があるんじゃないのかなと。私も今、じゃあ何を、宇佐美はどういうことをしたらいいのかって思ってるんだって聞かれると、まだ私もちんぷんかんぷんであるんですけどね。ただやっぱりここに若い人が集まる、いろんな芸術家も集まる、いろんな中でその何かを生み出そうという力がですね、ここに集中してくるわけですから、そういう人たちの意見も聞きながらですね、そういう意味でその2025大阪万博の機会をですね、捉えて、今
回の、計画の中にですね、その、力をですね、共有していくというか、相乗効果を生み出していくということもやはり念頭に置いていただきたいなと、まあ、そういう趣旨でございますので、また今後しっかりと検討していただけたらなと思います。以上でございます。はい、はい、それでは日置委員。今回のこの案ですね、これを見ておりますと、先ほど来ご説明があるとおり、さまざまな多様な分野にわたってですね、そしてまあこれからですね、京都の発展に資する、京都駅西部、そして東南部、東部と、この3つのエリアを中心にですね、これから京都の活性化がまあ進められていくと、まあ、そういうですね、印象を受けました。そこでですね、まず1点目はですね、これかなり広範な分野との連携も含めて出ておりますので、野球に言うとですね、意見募集もね、かなり広範にしっかりとしたこの意見募集をですね、やっていただく必要があるんではないかと思います。まあ、今回のこの取り組みの中でね、どういうところに、まあ、この案を置いておく、それが当然インターネットも使っていく、こういうふうになっておりますけれども、ただこれも総合企画局がですね、担当している、政策評価のね、意見、市民によるですね、その評価の意見、これがですね、インターネットをか、まあ、取り入れたにもかかわらず、実は下がってるんですよね。こういった現状もありましてね、なかなかこういうですね、パブリックコメントにおいて、いかに、これを広範な方々の意見を募集するかというのは、少し精力的にやっていく必要があると思うんですが、そこでお願いしたいのはですね、もうおそらくこれやっていかれると思うんですけどもね、まあ、京都市立芸術大学、市立道大美術工芸高等学校のですね、生徒並びに職員、こういった方々にもですね、ぜひ参加をしていただく、それから、京都美術工芸大学のですね、京都東山キャンパス、ここもそうですね、学生あるいは職員、そして下行のですね、小生小学校区の語学、この語学の方々にもですね、できるだけですね、意見をですね、述べていただく。でさらにはこれ先ほどありますように、もっと後半にですね、文化芸術団体、文化庁も、まあ、これからね来るわけですから、文化芸術団体の方々や、あるいは伝統産業を中心とした経済団体のですね、方々にもですね、そのやり方はちょっと少し知恵を出す必要はあるかと思うんですけれどもね、こういった方々の意見もですね、ぜひですね、まあ積極的にですね、意見を述べていただく、意見募集に参加していただく、こういう取り組みをですね、強化をしていただきたいと思うんですけども、どうでしょうか。松浦室長。はい、ありがとうございます。パブリックコメントでついてございます。近くこれを始めてまいるところでございますけれども、この冊子につきましては、まあ、確定をした印刷をしてまいりたいと思っておりますけれども、今ご指摘いただきましたの大学ですね、への配布というのは当然予定をしておりましたし、商店街あるいは地元の語学、こういったご指摘もいただきました。できるだけ、まあ、そういった趣旨にそういうような形で、配布をして、その地域の方のご意見、その団体のご意見がいただけるように取り組んでまいりたいと考えてございます。日置委員。まあ、一律芸大とかですね、道田美術工芸高等学校、まあ、このここの、ね、生徒の皆さんはこれ移転が35年ですから、まあ、大体卒業されてるんですけども、しかしね、やはりこういう若い方々のね、やっぱり柔軟な発想というかね、そういった意見、若い人たちがこのエリアに対してどういうですね、やっぱりイメージを持ち、そして期待をするか、そういったところもですね、非常に大事だと思いますんでね、ぜひともこれはしっかりとですね、取り組みをお願いしたいと思います。それからもう一点ね、今回これ非常に素晴らしいというか、将来構想案にはなってるんですね。そしてきめ細かなね、その方策もですね、出てるんです。ただね、これ私の印象ですけどもね、ちょっとねこれ、イメージが湧きにくいというよりも、湧きにくいというか、視覚に訴えるものがねあまりないんですよ。これ見ていただいたら分かる通りね、例えばそのですね、この資料1のね3ページ、ここにねエリアの範囲ということで、いろいろなね、その京都駅をはじめ、いろいろな、まあ、あれですね、観光地も含め、
大学やらそういったところのね、こうあの地図は出てますよ。でもね、本来もできればね、そういったところがですね、もう少し視覚で分かるような、この中に全部ですね、例えば写真やらそういったものを散りばめるというのは難しいかもしれないけど、何か工夫してですね、例えばこれ見てもイメージが湧きにくい方々もいるわけでね、そういったところなんかもですね、少し工夫をしていただく必要があるのかなと思うんですね。でね、例えばこれは次にね、議題になります西陣を中心とした地域活性化ビジョン案、これね、意外とね、視覚に訴える内容が随分入ってるんですよ。その伝統産業の関係やらね、西陣のことやら地域や、それからですね、そのコミュニティの中の問題とかね、こういうものはですね、やっぱりこれ新しくこれから非常に重要な取り組みになるわけですから、こういったね、構想をですね、見た方々がある程度このイメージをしやすい、いや最終的にはそれはその方々が自分でイメージを作っていく必要はあるんですけどもね、やっぱりそういったですね、ものは必要ではないかな。もうほとんどがね、この施策だって、みんな文字ですよね、これずっと。で、内容は素晴らしいんですよ、全部、推進項目ね。でもこれね、ずっと読んでってね、例えば市民の皆さんにさあこれでね、意見募集をと言ってもね、なかなかこれはね、よほどそれに関心のある人ないと難しいし、イメージが湧きにくいと思うんです。そういったことからですね、ぜひね、今回のね、この、構想案はもうこれ意見募集用としてですね、作って、もうすでに意見募集がこれ始まっていくわけですから、おそらくもう間に合わないでしょうけれどもね、例えばこの意見募集に基づいてですね、次の構想を作る段階ではね、やはりもう少しね、そういったところもですね、留意をしていただきたいと思いますし、最終的なね、この構想をですね、最終案として作り上げるときにはね、ぜひそこはね、力を入れていただいて、それを見た方々がネットを通じてもですね、見たときにね、非常にですね、そのイメージしやすい、ああ、そうか、こういうね、素晴らしいところになっていくのが、この地域はこんなに素晴らしいところなのか、こういったところがですね、もっと皆さん方の方からね、発信をしてやっていただければ。ただしこれは局だけでできるのかどうかは分かりませんよ。少し専門家が入った方がいいのかもしれない。そういったこともですね、踏まえて、お願いしたいと思うんですけれども、最後にこの点についてお伺いして終わりたいと思います。松浦室長。はい、冊子がビジュアルでない、分かりにくいというご指摘でございます。パブコメにつきましてはできれば早々に始めてまいりたいと考えてございますけれども、最終的な成果物、将来構想につきましては、今具体的にどこがというのはちょっと申し上げられないですが、何か工夫ができないかということについては検討してまいります。はい、この件に関して他にございませんか。それでは次に、西陣を中心とした地域活性化ビジョン案に対する市民意見募集の結果及び活性化ビジョン改定案についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。松浦プロジェクト推進室長、着席して報告してください。はい、では、西陣を中心とした地域活性化ビジョン案に対する市民意見募集の結果及び活性化ビジョン改定案についてご報告をさせていただきます。お手元の総務消防委員会資料をご覧ください。西陣を中心とした地域は、西陣織をはじめとした伝統産業や伝統文化、伝統芸能、寺社、花街の文化、歴史的な街並み、商店街、観光スポットなど多彩な魅力資源を有しており、1000年以上にわたり京都の、そして日本の中心として伝統ベースに時代ごとの新たな知恵技術を取り入れて変革を繰り返して発展し続けた地域でございます。これらの魅力資源を生かして文化を基軸に経済や観光とも融合させながら、新たな西陣の未来を開く街づくりを推進するため、目指すべき将来像や実現のための方策などをまとめた活性化ビジョンを策定することとしております。
この間、学識経験者や地域各分野の関係者、市民公募員で構成する京都市西陣を中心とした地域活性化ビジョン検討委員会で審議いただくとともに、昨年10月18日の総務消防委員会において西陣を中心とした地域活性化ビジョン案をご報告させていただいた上で市民意見募集を実施し、12月21日に検討委員会から答申を受領いたしました。この度検討委員会からの答申等を踏まえ本市が策定する西陣を中心とした地域活性化ビジョン改定案を取りまとめましたので市民意見募集の結果と合わせてご報告をいたします。1、市民意見募集の結果の概要についてでございます。恐れ入りますが資料1、西陣を中心とした地域活性化ビジョン案の市民意見募集結果をご覧ください。資料1でございます。1、募集期間につきましては昨年10月26日から11月26日までの32日間でございます。2、周知方法につきましてはホームページや市民新聞に掲載したほか市民意見募集冊子の配布またイベントでの周知ブースの出展等により周知いたしました。3、募集結果でございます。括弧1、意見数につきましては246人の方から505件の貴重なご意見をいただいております。括弧2、ご意見をいただいた方の属性でございます。年齢におきましては40歳代が最も多く56人、 22.8% となっておりますが幅広い年齢層から比較的まんべんなくご意見をいただけたと考えております。性別につきましては男性が154人、 62.6%、 女性が82人、 33.3% でございました。2ページを開きください。う、居住地、え、勤務先につきましてはいずれも上京区が最も多くそれぞれ123人 50%、 73人、 29.7% でございました。3ページへお移りください。括弧3、ご意見の内訳でございます。内訳としましては第4章実現のための11の方策に関するご意見が最も多く386件となっております。その中でも柱3、西陣で働きにぎわいを生むに関するご意見が多く158件ございました。括弧4、ご意見の区分でございます。ご意見の区分につきましては A、答申案に反映するものが14件、 B、答申案に記載済みまたは趣旨に含まれ賛同いただいているものが308件、C、活性化ビジョンの推進にあたり参考とするものが170件、D、その他、市政運営等で参考とするものが13件でございました。なお、C に区分されている意見については、活性化ビジョンと同じ方向性であるものの、提案内容が具体的すぎるために、ビジョンには記載されていないものも含まれております。括弧5、主なご意見でございます。まず、投資案に反映するものに区分される意見といたしましては、外来語が多くて分かりにくい、見やすくしてほしいというご意見、また、新大宮商店街をマップに記載してはどうか、路地・京町屋の活用のモデル事例を作り、知ってもらうことが効果的である、鉄道とバスの乗り継ぎ利便性の向上が必要である、活性化の土台としてのブランドの捉え方について、西陣の持つ複合的な価値を共有継承する方向性が土台らしいのではないかといったご意見をいただきました。4ページをご開きください。次に E、答申案に記載済みまたは趣旨に含まれ賛同いただいているものに区分される意見としては小中学校で御節句行事や和菓子和装の体験など文化を教えることが必要である、京町屋を保全していくことが必要である、この地域の活性化には西陣織等の伝統産業の活性化が必要である、新しい産業を起こして地域に住み働く人を増やすことが必要である、地域コミュニティの核として会話しながら買い物ができる商店街が必要である、
回遊しながら歩いて観光できる仕組みや情報を整える必要がある。西陣の魅力を広くアピールすることが必要である。地域、学区に若者が関わる仕組みが必要である。新住民、外国人、観光客など新しい人を取り込むことが必要である。自分ごととして住民自らが活性化の意識を持ち、みんなで進めていくことが必要である、といったご意見をいただきました。次に、活性化ビジョンの推進にあたり参考とするものに区分される意見としては、歴史、伝統等の継承の観点が強いので、消費喚起や雇用創出など産業面等へ重点を置き、新しいものが生まれてくるビジョンとする必要がある。住民の意識を変えるため目に見える変化が必要である。シェアサイクルのポートを京町屋に設けてはどうか。職人や工房をイラストで紹介する冊子を作ってみてはどうか。小学校跡地で産業の拠点作りに取り組んではどうか。ゲストハウスの観光客を商店街に呼び込んではどうか。西陣のマスコットを作ってはどうか、といったご意見をいただいております。なお、いただいたご意見の多くは活性化ビジョン案に賛同いただくものであり、基本的な考え方に明確に反対される趣旨のものはございませんでした。資料2として市民意見の概要とそれに対する本市の考え方をお付けしておりますので、ご参照いただければと思います。総務消防委員会資料にお戻りください。2、西陣を中心とした地域活性化ビジョン改定案についてでございます。昨年10月18日の総務消防委員会において、西陣を中心とした地域活性化ビジョン案をご報告させていただきましたが、この間市民意見募集の結果を踏まえた修正、最終の検討委員会での議論による修正等を行っております。ここではご報告した活性化ビジョン案からの主な修正点をご説明させていただきます。資料3として、西陣を中心とした地域活性化ビジョン改定案をお付けしておりますので、合わせてご覧いただきますようお願いいたします。それでは括弧に、西陣を中心とした地域活性化ビジョン案からの主な修正点でございます。あでございますが、資料3、活性化ビジョン改定案の18ページでございます。方策3、京町屋路地の魅力を生かした町づくりにつきましては、路地や京町屋の活用のモデル事例を作り、知ってもらうことが効果的であるとの市民意見を踏まえ、推進項目の1つ目、京町屋路地を活用した西陣暮らしの推進の4行目に、モデル事例作りやその展開に取り組む旨を追記いたしました。総務消防委員会資料をおめくりいただき、裏面をご覧ください。次に、いでございますが、活性化ビジョン改定案の20ページでございます。方策4、楽しく便利に移動できるまちづくりにつきましては、鉄道とバスの乗り継ぎ利便性を向上させる必要があるとの市民意見等を踏まえ、取り組み例、快適で便利な移動環境づくりの3行目に、公共交通の乗り継ぎ利便性の向上を追記するとともに、その具体例として、丸3、京福電鉄北野白梅町駅のリニューアルによる交通結節機能と観光案内機能の強化を追記いたしました。うでございますが、活性化ビジョン改定案の27ページでございます。西陣のブランドに関する方策につきましては、魅力等の情報発信面に重点を置くよりも、西陣それ自体が持っている生活や文化と商業が一体となったブランド価値を共有することが土台となり、そこから活性化に向けたさまざまな取り組みが生まれていく側面に重点を置く方が活性化の土台としてはふさわしいのではないかという市民意見を踏まえ、方策名を西陣の魅力発信ブランド化から西陣のブランド価値の向上と共有に変更するとともに文章を改めました。なお、他にもいくつか修正を行っておりますが、資料4として、西陣を中心とした地域活性化ビジョン案からの修正点一覧をお付けしておりますので、ご参照いただければと存じます。
最後に3、今後の予定でございます。本委員会でいただいたご意見等を踏まえ、今月中をめどに西陣を中心とした地域活性化ビジョンを策定したいと考えております。報告は以上でございます。よろしくお願いをいたします。質問者、ご質問のある方挙手願います。それでは質疑の途中ですが、暫時休憩といたします。再開は3時15分からといたします。